皆さんこんにちは、ワンダルケルビジです。では今回は、デートの決断数、4パープキット PS2 版、空母禁止プレイ、続きをやっていきたいと思います。で、今回はですね、その作戦目標、シンガポールですね、ここを攻略していきたいと思います。シンガポールを攻略することができれば、インド洋、ヨーロッパ方面から入ってくる連合軍艦隊をね、食い止めることができる。蓋をすることができますので、まあ、いつも僕の提督の決断法の場合、ワンパターン戦法になってしまうんですが、ここシンガポールをね、取って、ここで敵を食い止めるという作戦に入っていきたいと思います。で、投入する艦隊ですね、ご紹介しておきたいと思います。投入する艦隊、まず、この第6艦隊ですね、戦艦1、従順5という規模の艦隊。もう戦艦と従順がいるので火力は出るかなというふうに思っています。それと、第1艦隊、戦艦1、軽巡3。そして戦艦2、駆逐艦12。この第1、第2艦隊を投入していきます。では、時間を進めていきます。もう鉄がね、なく、石油もないという状態になってきてるので、まあ、一刻を争うという状況ですね。シンガポールに入れていた諜報員が逮捕されてしまいましたね。まあ、でも、強行します。シンガポールに、まあもう一回、お金には余裕があるので、スパイを入れて、その上で、このマレー沖から艦隊を送り込んでいきましょう。第1艦隊、第2艦隊、そしてこの第6艦隊ですね。この3個艦隊を投入。で、一応防衛用のためにですね、後続の艦隊として第14艦隊、これをマラッカ沖に入れましょう。これでマラッカが取れたら、この後はですね、太平洋方面に戦力を集中していくという内容です。で、その分まで、太平洋の他艦隊弱い状態なんですけども、これは、第1話でお話した通りですね、空母がない分、航空隊が余っているので、基地航空隊として、その余った艦載機も含め、航空隊をね、大増強しているという状況です。では、これで、マラッカ海峡、つまりシンガポール攻略戦、始めていきたいと思います。で、物資に関してなんですけど、アルミを使うことがほぼないと思うので、アルミをですね、5000、ドイツに援助しましょう。これで見返り何かもらえれば、御の字っていう感じかな。まあ、基地航空隊はね、当然、運用としては使っていくんですけども、冒頭お話した通り、空母は使わない、空母禁止プレイなので、一番消耗の激しい空母艦載機。これがね、作る必要がないというので、だいぶアルミには余裕があるかなというふうに思っています。では、説明してきた通りですね、第1、第2、第6艦隊、戦艦と従順中心の艦隊ですね。これをシンガポール攻略戦に当て込んでいきたいと思います。で、シンガポール攻略戦なんですけども、いわゆるマレー半島に2つ、一番先ちょっと真ん中ら辺ですね。あとはインドネシアの方に1個と、まあ、残念ながらスパイが捕まってしまったので画面上に出ていませんけども、位置は把握してますので、出撃を早速かけていきたいと思います。まあ、ご覧の位置からですね、出撃させていきましょう。で、もちろん日没です。シンガポールもね、好きでよく行っていた国なんですけども、この状況ではね、しばらく行ける見込みはないですよね。特にね、シンガポールは、オーチャードっていう、まあ、東京でいう、いきなり艦隊戦になってんだ。東京でいう、まあ、渋谷とか新宿とか、まあ、一番大きな繁華街に相当するところなんですけど、そこにあるね、イパネマっていうバー。これ、ベトナム子がね、集まってるバーなんですけど、ここで、ね、すごく可愛い子多いんですよね。まずは、マレー半島の先っちょまで、各艦隊進んでいきます。で、艦隊戦にもなってしまっている第6艦隊ですね。これも進みながらですけど、攻撃目標は一旦、敵の艦隊。
これに向けておきましょう。イギリス軍の第16艦隊ですね。さあ敵の艦隊と今打ち合いになってるはずなんですけど、ちょっと見えないな。イギリス軍の艦隊どこにいる。イギリス軍はこれ潜水艦隊かな。見えないですもんね。駆逐艦がやられたな。まあ、夜なんでちょっと見づらいというのはもちろんありますけどね。第6艦隊はこのまま南下していきましょう。敵の艦隊を壊滅させるのは時間の問題かな。まあ、ここはね、従順と、まあ、さらに戦艦中心の部隊になってますからね。まずは敵の艦隊壊滅。おそらく潜水艦隊だったと思います。まあ、提督の決断法の場合だとね、これ結構あるんですよね。戦闘画面に移行即、砲撃戦が始まってるっていうね。まあ、ただ空母禁止プレイを行っている側からすると、まあ、悪くないシチュエーションですね。これは特に敵の空母がいたりするともう早々に空母をね撃っていけるので、これはウェルカムな状況です。では艦隊が重ならないように気をつけながらマラッカ海峡を攻略進めていきましょう。もうおそらくイギリス軍の艦隊まだいると思うので、早めにですね飛行場なり敵の艦隊なり、潰しにかかりたいと思います。第6艦隊の方は一旦ライト点灯します。これで、まあ、遠からず発見できましたね。了解。各艦隊一度敵の一つ目の飛行場攻撃、これに専念しましょう。で、敵の艦隊が現れた時はその位置関係からですね、どの艦隊を迎撃に当てるかを考えます。各艦隊敵の飛行場攻撃に入ってます。まあ、シンガポールは冒頭からお話している通り要衝中の要衝なので、多少のダメージを負ったとしてもこのターン、この回で確実にですね攻略しておきたいと思います。こんだけの火力がね今シンガポールに集中してますね。で、第6艦隊はもう一つの飛行場の方も向かってもらいます。第1第2艦隊でねこのシンガポール攻略しましょう。今ちょうど第6艦隊のね金剛がシンガポール沖を航行中ですね。戦艦金剛、今ね第1艦隊と第2艦隊がねちょっと団子になっちゃってるんですよね。まあ、火力を出す意味ではいいんですけど、この後まだ2つの飛行場を相手にしなきゃいけないというのと、この団子状態でもし敵の艦隊がね、現れるっていうことになるとすごくまずい状態にはなります。第6艦隊がね、抜けてくれているので第6艦隊敵の飛行場発見してますね。では第6艦隊は敵の飛行場もう一つ目破壊に移りましょう。第1艦隊第2艦隊は、南下してインドネシアにある敵の飛行場、この破壊に向かいます。敵飛行場発見。ちょっと団子になってるので到着が遅くなりそうですね。まあ序盤は空母禁止プレイでも結構サクサク進められるんですけど、中盤以降がね結構しんどいんですよね。敵の航空機の航続距離が伸びて、まあ、攻撃力が増してっていう中で艦隊がね攻撃を受け始めると結構しんどくはなってきます。でシンガポール沖で第1艦隊と第2艦隊がねちょっともう団子状態になってるな。第6艦隊が攻撃している、第2飛行場の方は3分の1ぐらい削りましたね。夜明けまでに全部削るのは少し難しそうですね。ちょうど日の出を迎えるというニュースになってます。雨も降ってる様子はなさそうなので、この後シンガポール周辺に、敵の基地航空隊が現れそうなところかな。いや今雨降ってるな。雨降ってるうちに削れるだけ削りたいですね。いや本当に第1艦隊と第2艦隊が団子だわ。これではこの先が思いやられるな。第1艦隊の一部は抜けてくれてますね。ただ第2艦隊がもう完全に団子になっちゃってる。これは今後の大きな反省点ですね。
飛行場発見。では第一艦隊の攻撃目標を最後の飛行場にします。第二艦隊も最後の飛行場を目指してもらいましょう。まあもう団子状態なので、何もしてあげられないですけど、とりあえず飛行場攻撃に向かってもらいます。まあ、この雨が降ってるのはむちゃくちゃラッキーな状況なので、雨が降ってるこのうちにできるだけ削っておきたいですよね。第一艦隊長と、敵の飛行場に砲撃始めてます。まあ、シンガポールもね、雨、まあいわゆるゲリラ豪雨的なもの結構すごいですからね。まあ、今まさにその状況なのかなと思うんですけど、これで雨が降ってるうちに敵の第二飛行場も破壊できてしまえば、もう一個の飛行場の方に第六艦隊向けましょう。第一艦隊と第二艦隊、ほんとダメダメだな、今回は。ちょっと次回以降、やっぱり少し、まあ目的地が同じであったとしても、しっかり離して、攻撃をね、する、移動するっていうのを考えていかないといけないですね。団子状態になっている、こちらの艦隊様子見しますか？いやもう動く気配ないもんな。いやここ戦艦不走とかね、ちょっともったいないですよね。火力の出る戦艦をここにこんな形で置いてしまっているというのは。かつね、これほんとここに敵の魚雷がぶち込まれたりしたら、バッタバッタと艦艇を失いそうな、そんな感じがしますが、まあ、今回幸いにもね、敵の艦隊いなそうですし、雨が降ってる今のうちに、2つの飛行場を破壊して、もう1つの飛行場の攻撃も始まってますからね。このまま雨が降ってる今のうちに攻撃を完了させたいな。約半分ぐらい削りましたね、最後の飛行場も。まあ、敵の艦隊いない状態なので、まあ、このままですね、第6艦隊団子になると思うんですけど、第6艦隊も、この最後の飛行場に突っ込ませましょう。画面奥の方ね、うっすら見えてきているのが第6艦隊ですね。画面の手前、長と見えてますね。画面の奥の方から第6艦隊がやってきて砲撃を開始してくれてます。これで削りの幅が一気に広がりそうですね。まあ、第2艦隊は全く仕事してないね、今回は。まあ、第6艦隊はね、敵の潜水艦隊を撃滅して、第1飛行場に砲撃しつつ第2飛行場の完全破壊、さらに第3飛行場もね、今こういう形で来園してくれてますので、第6艦隊むちゃくちゃ今回ね働いてくれましたね。というわけでシンガポール攻略完了です。被害状況確認していきましょう。まず第6艦隊からですね、駆逐艦2隻を失ってます。まあこれは仕方がないから一番働いてくれてますからね。アメリカ軍、イギリス軍の、てっきり潜水艦隊かなと思ったんですが、クルーザーの入っている駆逐艦と、まあ、巡洋艦の艦隊でしたね。イギリス軍の第16艦隊、これ壊滅させています。このシンガポールにはね、我々の方が飛行場を先に作っていきましょう。で、シェットランド沖で、ドイツ海軍とイギリス海軍が海戦です。これはドイツが侵攻できずという結果ですかね。ドイツの方はイギリス軍から攻撃を受けているものの、ここは撃退に成功しているもの、まあ、少し艦隊にダメージが出てますね。アルミを送っておいたので、それでね、基地航空隊を増強してもらえればいいのかなと思います。で、ジブラルタルに突入か。いや、ドイツ海軍も積極的に動いてるね。まあ、戦艦、従順、軽順、このあたりが中大破してるようですけど、イギリス軍の第11艦隊、このクルーザーを、合計5隻、駆逐艦を1隻撃沈してます。
まあ、シンガポールの戦いは本当に雨が降ってくれたのがすごくよ、我々の方にはね、いい方向に出ましたね。全く、航空隊を飛ばさせることなく撃破することができましたので、まあ、石油がくれた、これアルミ送った返礼で石油ですね。石油は嬉しいな。石油も枯渇してましたからね。では我々の方ですが、次の作戦もねありますけども、先にシンガポール、ここの飛行場を建設しておきたいと思います。で、作戦会議ですね。さあ、作戦会議の結果ですが、まあ、ジャワ沖攻略しましょう。シンガポール攻略した部隊でそのままジャワを攻めると。そしてセレベスまで進んじゃえば、もう本当に太平洋の方に、部隊を、ね、集中できるという状態になるかと思います。では忘れないうちにシンガポールにね、航空基地3つ作っちゃいましょう。同じシンガポールに1つで、相手が侵攻してくることを考えると、まあどうだろうな、マレー半島の上側に作っといた方がいいかな。6週間かかるってなるとね、結構時間かかりますからね。3つ飛行場を作りました。あとは物資援助、アルミをまた送っておきましょう。アルミを送るんでね、ドイツはそのアルミを使って空母なり基地航空隊なりをしっかり増強してもらうと。で、技術開発ですけども、航空機以外はマックスでお金のあるうちは入れておきます。で、生産は一旦止めてですね、先にこの後ですね、ジャワ沖攻略を行っていきたいと思いますが、今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。輸送船もね、作れない状態なんでね、せっかくのこのシンガポールの資源活かせないという状況はもったいないので、生産を止めて輸送船の建造に全力を注ぎます。